今日はミニマリスト的快適なお家作り講座やっていきたいと思います。快適な生活、幸せな人生、ミニマリストから部屋作りの注意点をお伝えいたしますので、最後までご覧ください。それではミニマリスト的快適なお家作り講座スタートです。まずは整理整頓しすぎないでという提案です。何言ってるの？した方がいいでしょう。そう思いますよね。あくまで整理整頓しすぎないでということです。収納を買いすぎる、何でもかんでも細かく仕分けたくなる、そうなると入れ物が増えてしまいます。引き出しの中にそのまま置いておいてもいいのに、わざわざ入れ物を買う、まとめておいてもいいのに角に分ける、それが続くと整理整頓整理整頓、分かりやすくしなきゃと入れ物が増えてしまいます。僕は昔タオルでやってしまっていたんですけど、重ねて入れたりすれば下のものが取り出せず、また上に重ねて上のものしか使わないなんてこともあります。整理整頓はもちろん素晴らしいことですが、整理整頓しすぎることによって使わないものが出てしまうのは、それは良くないですよね。入れ物があると一見すっきりしているように見えるのですが、中に物を溜め込んでしまう可能性が高くなります。別に見えなきゃいいじゃん。別に見えないんだから、同じ種類の入れ物がずらっと並んでいたら素敵じゃん。そうやって怒らないでください。何度も言いますが、整理整頓のしすぎだけ気をつけてほしいんです。細かく細かく分けすぎなくても大丈夫な場合もあります。並べることに必死で、隅まであと少しだから入れ物を余分に買って並べたり、中身が入っていない入れ物は余分な入れ物ですよね。あるんだからと無理に中を埋めたりするのも良くないですもんね。整理整頓はした方がいいこと、もちろんそうなのですが、やりすぎると必要のない収納が増えて場所を取ってしまう、無理に中を埋めれば見た目以上に物が増えてしまう、見えてなければいいのではなく根本の解決、そのリスクまでケアできると理想的ですよね。次は多機能なものを持とうという提案です。何？どういうこと？意味がわかりません。そんな言い方しないでください。今から説明します。コーヒーメーカーはコーヒーを作る、炊飯器はご飯を炊く、ケトルはお湯を沸かすもの、頻繁に使うものだったら専門的な機能のものでも構わないと思うのですが、例えば一つの機能しかないキッチン家電がずっとしまわれているだけ、この時だけのためのお掃除用具、これを干すためだけの洗濯ハンガー、頻繁に使うものはいいのですが、使っていない場合、他の使い方がないだけに、その機会がないとただ持っておくだけの場合が多いです。やだ、今の完全に私のこと言ってる私じゃんと、そんなに落ち込まないでください。ただ持っておくだけの期間が長いと、使わないもので収納を圧迫してしまうなんてことにもなりかねませんので、購入時にはある程度の頻度で使うのか考えましょう。私のことまた言ってるじゃん。私の家見たの？収納がパンパンなの見たの？そうやって疑わないでください。例えば最近ホットプレートでも、普通のプレート以外にたこ焼き用、焼肉用などいろいろありますよね。いろいろなタイミングで使える、頻繁に使えますよね。やはり多機能のものは重宝しますよね。なんだそういうことか、やっとわかったぞと結束を強めないでください。専門的な機能のもの、さらに季節もの、季節が限定されていたりするとより使用頻度が下がる。あ、別にかき氷機とか流しそうめん機のことを言っているわけではないですよ。何かを買うとき、多機能のものというか使用頻度を意識してあげると、使わないものを抱える心配がないと思います。少し意識してみましょう。ソーダストリーム、ノンフライヤー、ホットサンドメーカー、ワッフルメーカー、ミキサーなど、せっかくいいものをお持ちなんですから積極的に使っていきましょう。最後に全体的なことなんですが、部屋は片付いている状態が一番素敵だということ。いくらおしゃれな家具を並べても、どんなにかっこいい家電を並べても、物が出しっぱなし、服は脱ぎっぱなし、靴はあっちこっちに散らかっている、家は片付いていてこそベストな状態、その状態をキープしたいものですね。私の部屋が片付いてないこと知ってて言ってるでしょと、ブラインドからそんなに見つめないでください。好きになりそうです。私はミニマリストなので、そもそも持ち物が少ない。いくら散らかっていても驚くほどにさっと片付きます。持ち物が多いと散らかりやすい、片付けも大変、使っていないものを手放していくこともおすすめしたいです。私の家には昔物が溢れていたんですけど、誰かが家に来るたびに溢れる持ち物を寄せ集め、布で隠すという技を使っていましたが、はっきり言っておすすめはできません。だからといって収納の中に押し込むのもおすすめはできません。収納の扉も布と同じです。家の中を片付いた状態にキープできるように、ぜひ根本的な解決を、使っていない持ち物の見直しも徹底していきましょう。
はい、いかがだったでしょうか。今回3回にわたってお話ししたことを意識していただければ、自分や家族がより快適な生活を送れる、周りの方から憧れられるような家を作ることができると思います。これでミニマリスト的快適なお家作り講座以上となります。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。